はい、皆さんこんにちは。今回は久しぶりに食品のレビューということで、このカップヌードルのご飯の方をレビューしてみたいと思います。あれですよね、カップラーメンで有名な、カップヌードルの方の、ご飯バージョンということだと思います。で、ここに、調理方法が書かれてますね。蒸らすと美味しいとか、なんかこうアドバイス的なのも書かれてます。で、こっちは注意書きですね。で、裏にはエネルギーとかナトリウム、炭水化物とかいろいろ書かれてます。それではね、実際に食べてみたいと思います。ですね、出来上がったので、早速、この仕上げ、醤油味ですね、これをね、醤油油ですね、これを入れて食べたいと思います。じゃあまずこれ開けます。おお、湯気がすごいですね。ちょっと見えづらいか、こういう感じになってますね。じゃあこれをね、切ります。開かない。はい、じゃあ入れます。ちょっとほとんど開かなかったっていうね。はい、入りました。それではね、これを混ぜて食べたいと思います。なんかご飯はちょっと固めな感じですかね。電子レンジでやったんでかもしんないんですけど、だいぶ硬い気がします。それではいただきます。結構美味しいですねこれ。ラーメンの方のカップヌードルとはだいぶ味が違うんですけど、普通に美味しいです。あと一つ残念なところは、ご飯がちょっと固いところですかね。だいぶご飯が固めになっています。水をこの線まで入れるんですけど、これをもうちょっと増やしたら柔らかくなったのかもしれないですね。今回は、カップヌードルご飯、カップヌードル味の食品レビューでした。機会があったら一度食べてみるといいかもしれません。それでは。